まだ早いし、どこかへ行く？今季一番のおすすめは林園春です。何？どうしたの？なんであんた宛に隊長ちゃんが話しかけてるの？うちみたいな美少女の方が犬や猫に信頼されやすいものでしょ。ものは通じ合うのが定めだもん。カフカを追うときに初めてこの子を見た瞬間、不思議なつながりを感じたんだ。鳴き声を聞けば言ってることがなんとなくわかるの。例えばこれ、ワン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 。これの意味はハロー、竜雲渡しの不当で変なものを見つけたんだ、興味があったら一緒に来てだよ。
ちょっとしか吠えてなくてもそこにはものすごい情報が含まれてるから。でも隊長ちゃんは不当で何を発見したんだろう。一緒に行こっか。自分たちはこれまで泉州のあちこちで手がかりを収集して何かあればすぐ報告してきたって言ってるよ。つまりその途中で何かを発見したってわけだよね。何なんだろう。こちらは元凶、将軍様の護衛だ。現在逃走中の重罪人を追っている。緊急事態のため連絡が途切れないようにこの明晰ボタンを残して行き先を記録する。これを見つけた者は運気軍が迅速に対応できるよう速やかに新作府まで届けてほしい。記録用の装置っぽいね。きっと隊長ちゃんはこれのシグナルを検出してうちらを連れてきたんだと思う。見た限りでは8、9歳の子供だよね。幼いのにもう将軍の護衛だっていうのが不思議だよ。泉州の子供はすごいね。将軍の護衛が動くような重罪人といったら性格ハンターしかいないでしょ。彼の捜索活動はうまくいってるのかな。
神に関する捜索記録によれば、手がかりは星砂界で途切れている。あっちの運気軍に話を聞いてみよう。少しいいかな、隊長。元凶君、どうした？新作府から出てくるなんて、俺たち第一線の行動に興味があるのか？将軍様は心配事が多すぎるからね。護衛の身でここに来たのも当然、その憂いを分け持つためだよ。まだ何の収穫もないんだよね。あの陣は優秀国で禁錮されていたが、脱出後は後も残さず消えた。今頃はもうラフを離れているんじゃないか。後も残さずか。しかし、よくもあれこれと物騒な連中ばかりがラフに集まってきたものだ。大丈夫だよ。将軍様の命により僕がその連中を払ってみせる。あんたが？そんな命令は聞いていないが。これは隠密行動なんだ。なら人手を割いてやろうか。隊長の行為には感謝するよ。だけど秘密はね、知ってる人が少なければ少ないほどいいものなんだ。野望ついて蛇を出すような真似はしたくない。いい狩人は単独行動を好むものさ。人手を割くって舐めてるね。僕がもうちょっと大人だったら。こんなに厳重な包囲網でも犯人の痕跡を見つけられないなんて、ずっと動いていないとしか思えない。やつ、しばらくラフを離れるつもりはないんだろうな。
章が下手すぎる。話の流れもダラダラしているし、じゃなくて何をしてるんだ僕は。将軍の教えを忘れてたかが小説に足を止められるとは。拍手も大変なことになってる。紛失した精査を取り戻せるかな。機構長がまだ動作していれば映像記録を確認できたのに、今はもう無理か。精査の出入りは止まってる。犯人は逃げ出せないだろう。もし先週内を逃げ回ってるとしたら、この広さじゃ捕まえるのは難しそうだ。そうだ、各動点を行き来するには精査が必要なはず。奴に盗まれた精査が糸口になるかもしれない。一度不当に行ってみよう。性格の影響がどんどん広がっている。死んだふり？子供騙しだね。ケイン、俺に従え。イエス。お別れの時だ。やり先に火を。炎のエリア断ち切れ。これは？この傷跡は運気軍が残したものじゃない。獲物が跡を残したのであれば簡単だ。さあおいで隊長、気配をたどって跡を追うんだ。一般人が化け物に囲まれてる？ここの運気軍はちゃんと働いてないね。怖がらなくても大丈夫だよ。今すぐ助けるから。ケン、ディエンのごとし。私が怖いの？してあげる。蝶と共に散れ。スタールインファントム。食材の時だ。私が守る。しつこい。やっ、あの世に送ってやる。ケイン、俺に従え。いいのだ。
センチュン。変だな。こいつらはいつの間に。すまないな、小僧。あ、いや、やるべきことをやったまでだよ。ナフの港は全部封鎖されているのに、どうして一人でこんなところに？我は、ある商船に乗ってここに来た。最近は、旧友たちの姿がずっと頭に浮かんでいてな。会って昔話でもしようかと思ったんだが、ラフがこんなに険しい場所になっていたとは。時期が悪かったね。先週でちょっとした事件が起きたんだ。まあ、将軍様がすぐ解決してくれるだろうけど。行こう。一人でこんな場所をうろつくのは危険だよ。僕が運気軍の豚所まで案内してあげる。そうそう、黒い服を着た長髪の男を見な。ああ、見えないのか。ごめん、僕はてっきり。僕は元凶、れっきとした運気軍の一員だよ。お姉さんの名前は？ケイリュウだ。へえ、じゃあ、ケイリュウ、お姉さん、僕についてきて。ちょっと回り道をするかもしれないけど、安全に豚所まで送ると約束するよ。小僧、どこに向かっているんだ？ふと、安心して。お姉さんは危険な目に遭わないよ。お姉さんは他の選手から来たんだよね。妖精？それとも奉公？どちらでもない。僧正だ。僧正？初耳だけど、そんな名前六僧の選手にあったかな。お姉さん、ラフはいつぶりなの？お前は普段もよく喋るのか。ただ、音を出したら、お姉さんが僕の居場所を察することができるかなと思って。足元に気をつけてね、お姉さん。行こう。次はどこへ行けばいい？静かに。厄介事が起きてる。お姉さん、ここでじっとしててね。すぐ戻ってくるから。ちょっとした小細工さ。君たち、ここで何をしてるんだい？
よく来たな、子羊よ。その血で神の技を注ごう。俺に従え。いいよ、僕がしっかり思い知らせてあげる。よし、楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。あの世に送ってやる。お別れの時だ。ランス、戦闘準備。うっとうしいわね。いや、こいつらは何者だ。将軍が言ってた内なる敵って本当にいたんだね。いい腕だ、小僧。え、お姉さん見えてたの？聞こえた。剣が空を舞う音、物を切り裂く音。これらは密かに剣技の優劣を示す。学士は琴、詩人は韻を聞く。それと同じく優れた剣士は剣を振るう時に決して鈍い雑音を残さない。人褒めすぎだよ。されど攻めるばかりで刃を隠す方法を知らぬ。は？ゆえに剣曲の終わりが多少乱れていた。どうやら曲と剣には通じるところがあるようだね。将軍様も同じことを言っていたよ。僕の剣は意気揚々としていて角が立っている。剣士の名を手に入れるにはまだ一部の成熟が足りないと。剣士？ああ、それは確か運気軍の中で剣術を極めた者が得る称号だったな。と、その通り。陰月の乱以降、ラフで剣士の名を得た者はいないんだ。今も席が空いたまま。でもラフの運気軍が巡視から帰って演武典礼が再び開かれたら、僕がその名を得てみせるよ。運気軍の武芸はどれも伝承されていくものだ。小僧、お前は誰から剣を教わった？お姉さんが剣を知る者ならば隠す必要はないね。僕は将軍様から剣を学んだんだ。将軍。久々にラフに来たとはいえ、軽減将軍の異名は知ってるだろう。将軍様は自分は剣に馴染んでないとか腕が鈍ってるとか言うけど、僕を指導するときはノリノリなんだよね。よし、周りも片付けたし行こうか。
査の運行記録は全部不当の蛇行儀に登録されているはず。まだ航行中の精査は、あった。大牧師と構造師を経由したのか。よし、僕の用は終わり。今からお姉さんを安全な場所まで案内するよ。今は運気軍の屯所も安全とは言えぬだろう。そうだね。だからそっちじゃなくて優秀国に送るつもりだよ。食事や住所の心配はないし、兵士たちが見守ってくれるから絶対に安全さ。小僧、人を捕まえるには理由が必要だろう。挙動不審、そして隠し事、それだけで十分だよ。まさか僕が子供だから騙しやすいとでも思った？封鎖された港に突然旅行客が現れたこと自体が十分怪しいし、その上ここまでの道中で君の足取りは敏捷だった。とても盲人には見えなかったよ。剣術のことも耳で聞いただけで腕前を見抜き、僕の剣の数まで当ててみせた。その見識から見るにただもののはずがない。お姉さんは盲人じゃないよね。見えぬと言ったことはない。目隠しを見てお前がそう思い込んだだけだ。大丈夫だ小僧、お前には何の恨みもないし、先週を不利な立場に追いやるつもりもない。この目隠しこそ目の前の景色に惑わされ、再び魔音に落ちるのを防ごうとしている証拠だ。ここに来たのは、とある人物を捕らえるため。お前に同行したのは、都合が良かったからだ。君もジンを狙っているのか？ジン？今はそう呼ばれているのか。身を刃に宿し刀剣を極める。良き我を奴のところへ連れて行け小僧。小僧は我にかなわない。ならば当然、仁にも劣る。我が同行した方が、危険な目に遭わぬだろう。剣を抜かなければ、雌雄を決することはできないだろう。僕の剣を舐めるな。運気軍と同士打ちをしたくはない。こうしよう。
勝負だ。泉州に散在する忌み物で剣を試そう。誰が早いか、より多く切り倒せるか比べてみようじゃないか。もし僕が勝ったら？ならば負けを認め、おとなしく幽州獄に行き処罰を待つ。だがもし我が勝ったら、仁の動向を教えてもらう。どうだ小僧。運気軍は公務で賭けをしないよ。そもそもお姉さんは僕に勝てない。その自信は悪くない。だが剣を抜かなければ私有を決することはできぬ。この辺りの忌み物はすでにお前が切り尽くしている。場所を変えるぞ。ここで始めよう。魔音の実が横行し、容器に満ちている。剣で競うのに最適な場所だ。忌み物なら切っても運気軍の掟に背かぬ。公務で賭けをすることにもならぬだろう。どうやって勝敗を決める？道の終点まで一匹たりとも残さずに切る。先に着いた者の勝ちだ。わかった。小僧が先に行くといい。お姉さん、その隙に逃げるつもりじゃないよね。ケーネンから何を教わったのか。口先ばかりだな。確かめさせてもらうよ。小手調べは終わりだよ。満剣天台。ケイン、俺に従え。遅いぞ、小僧。そんな、
今回は何に足を引っ張られた？くそ！全力で来い、小僧。さもなくば精査に乗っても我に追いつか、これほど楽しめたのは久しぶりだ。久々に剣を振るったからな。強が乗って魔音をよみがえらせるところだった。さあ小僧、最後の余興はお前に残したぞ。三度攻撃するといい、譲ってやろう。剣を抜け、年長者を待たせるなど失礼だ。優柔不断だな。力も足りぬ。先ほどの地震はどうした？剣は飛燕のごとし。我の番だな。見るがいい。剣を抜いたら戻せぬ。一撃必殺だ。剣よ、我が心に従え。剣人がいいものを切る方法を教えたのだ。やつは魔音の身に落ちた先修人を切る方法は教えたか？どれも同じだ。一振りで心臓を貫き息を止めるのみ。この剣をお前に向けたら受け止めきれるか？剣術をただの勝負事と思ったか、未来の剣主殿。剣は飛燕のごとし。当然の気分。殺せぬぞ。従え。もういい。先ほどの一振りだけは我を失望させずに済んだな。僕の負けだ。勝負はまだ終わっていない。我が最後に剣を振るう前に敵は全て消えた。剣を出して功がないなど帝宮の使命の真意を冒涜するのと同じ。
吉とみなす。なんだと？小僧の実力では陣にたどり着いても殺されるのみ。刹那に命を落とすより我がもっと体裁を繕える選択肢を与えてやろう。この百連の一振りを見届けた後、一人の剣士として死ぬがいい。どうだ小僧、我の剣を受け止めてみるか。いい度胸だ。記録はいただいた。礼を言おう小僧。双方接見だ。この一振りをもって謝礼とする。朝からの宴会、いずれまた会うだろう。あの得体の知れない女もジンを探してる。ダメだ、彼女が犯人に何をしようとも先を越されるわけにはいかない。急がないと。この一振りをもあの得体の、ダメだ、急がないと。これで終わり？続きはもうないわけ？元凶の記録に出てきた桐生っていう人、危ない感じだったね。ラフの性格の危機は一体どれだけの変人をおびき寄せたんだろう。ねえねえ、うちら一刻も早くこれを軽減に渡した方がいいよね。
まだ早いし、どこ。確かに元凶の明晰ボタンだ。かたじけない。君たち内容を見たのかい？彼女がうっかり押しちゃって。構わないよ。彼女は私の恩師だった。雲気軍にいた頃、私は師匠の部下だった。だが師匠は随分と昔に泉州を離れたはず。もし彼女に会ったら近づかずにすぐ私に連絡してくれないか。重罪人を追う任務を引き受けたのなら、彼の生死は我々が心配することではない。雲気軍にとって出陣とはそういうものなんだ。だが私はあの子を信じているよ。すまないね、教えられることはない。改めて礼を言う。列車の友人たちよ、昨日の淵は今日の背になる世の中だ。くれぐれも気をつけて。全てが解決して諸君らと心置きなく話し合える日が来るのを楽しみにしているよ。宇宙にいるって変な感じ。僕にとってラフはすごく広いのに、宇宙の中では一遇に過ぎないなんて。気に入ったよ。これまでいろいろと思い通りに進まないこともあったけど、こうして宇宙を眺めているとそんなことどうでもよくなってくる。やった。じゃあこれからも時々お邪魔させてもらうね、先生。きっと宇宙にはまだまだ挑むべき相手がたくさんいるんだろうな。